皆さんこんにちは、まなみです。今回の動画で紹介するのは、何者かによって作り変えられたとも言われるスフィンクスについて。スフィンクスが作り変えられる前の本当の姿や、日本との意外な関係。後半では、スフィンクスの正体や存在する意味に関する驚きの仮説も紹介しています。ぜひ、最後までお楽しみください。スフィンクスという名の謎。今も地球上に残る謎の中でも最大級と言われる謎がスフィンクスに関するもの。関するものとは言うものの、実のところスフィンクスについてはそのほとんど全てが分かっていません。私たちがスフィンクスと聞いて想像するのは、ほとんどの場合、三大ピラミッドの傍らに存在するギザの大スフィンクスのことかと思います。全長が70メートルを優に超え、20メートルの高さを持ち、幅19メートルという異様は圧巻で、エジプトでも屈指の観光名所として世界中から関心を集めてきました。しかし本来はスフィンクスとは、エジプトやギリシャ、メソポタミアの神話に登場するライオンの体と人間の顔を持つ怪物のこと。それに似ているので、ギザの大スフィンクスはスフィンクスと呼ばれているだけであり、厳密にはスフィンクスではない可能性すらあるのです。ただ、この謎そのものとも言える存在を謎の物体と呼ぶわけにもいきませんので、今回の動画ではギザの大スフィンクスを指してスフィンクスと呼ぶことにします。さて、このスフィンクスですが、一般的には紀元前2500年頃にカフラー王の命令で作られたと考えられてきました。これはスフィンクスの前足の間から発見された碑文の最後にカフという文字があったことから。カフラー王が命令したのだからカフラー王の時代だろう。カフラー王の顔にも似ているようだということが根拠になったためです。しかしこれもまたスフィンクスと呼ばれる原因と同じように根拠として怪しいことが分かってきました。まず碑文の文字ですがカフとあるだけなのでカフラー王のことを指しているのかわかりませんし、文脈として作ることを命令した人の名前というように書いてあるわけでもありません。作られた年代に関しても、カフラー王が命令したのだろうということで、カフラー王の時代となっているだけであり、作家で研究家のジョン・アンソニー・ウエストをはじめとした学者や研究者によると、スフィンクスの侵食の様子などから、紀元前7000年前、あるいはそれよりも前に作られた可能性すらあるようです。大きな根拠となっているスフィンクスの顔がカフラー王に似ているということですが、伝わっているカフラー王の顔と似ていませんし、伝わっている顔でさえ本当にカフラーが怪しいと言われているのです。さらに重要なのは、現在のスフィンクスは作られた時よりも変化している。作り変えられている可能性が高いということです。このことから、現在のスフィンクスの顔を見て、その真実の姿や作られた目的を推測するというのは、全くの見当違いな可能性があることがわかります。作り変えられてきたということは、元の顔があるわけで、そこから調査や考察すること、それだけがスフィンクスの真実の姿にたどり着く、たった一つの方法だと言えるでしょう。スフィンクスの鼻とアヌビス。では、スフィンクスが建造当時どんな顔だったのか。そのことを考える上で重要な意味を持つのが鼻の欠損です。スフィンクスの鼻の部分が欠損しているのは、中世末期に当時のイスラム圏の軍人が悪魔と見誤り破壊した。ナポレオンがギザを訪れた際、フランス軍の大砲の標的になり破壊されたなど諸説ありますが、破損した時代も原因も正確には分かっていません。ギザの間近にあるカイロでは、2019年や2021年に激しい衝突を伴う反政府デモが起こったことも記憶に新しいですが、スフィンクスができてからの数千年の歴史の中で数多くの争いにさらされてきました。にもかかわらず、風化を数に入れなければ、大きく破損している部分は鼻だけ。これは、歴史上どの時代にも、スフィンクスは傷つけてはならないものだという認識があったためだということが考えられます。
逆に考えるのなら、唯一破壊された花は何らかの意図があって欠損させられたと考えられるのではないでしょうか。ちなみにスフィンクスはかつてついていた顎ひげが抜け落ち、大英博物館で展示されていることも有名ですが、欠け落ちたはずの顎に大きな欠損痕が見られないことから、建造時にはなかったものが後に付け加えられたものであるということが有力な説となっています。スフィンクスの顔は作り変えられてきた可能性が高いということには触れましたが、その根拠はスフィンクスの顔が胴体に比べ小さすぎるためです。そのため歴代の特に力を持った王により自身に似るよう顔が何度も作り直されたのではないかと考えられてきました。欠損した顎ひげが付け加えられたものだということも、この説が真実であるなら不自然ではありませんし、むしろ歴代の王が作り変えてきた証拠とも考えることができるはずです。また体の部分に関しても違和感があります。動物園や映像で見られるライオンの伏せの体型とスフィンクスは似ておらず、むしろ犬が伏せている状態の方が近いのではないでしょうか。これはギザの大スフィンクスがスフィンクスに似ているということに起因したもので、スフィンクスなのだからライオンの体のはずだという誤解の可能性があります。古代エジプトと犬といえば連想されるのがアヌビス神でしょう。アヌビス神は犬のような顔を持つ神様であり、冥界に関連した神様としてエジプトの正史観にとって重要な存在として知られてきました。スフィンクスには謎の地下空間があることが近年の調査で分かっており、地下にあるとされる冥界とも符合。この地下空間の存在を示し万人として作られたのがスフィンクスなのかもしれません。ここで重要になってくるのが花の欠損です。もし本来の姿がただのスフィンクスとは違うということを伝えたいのなら、その重大な要素であるライオンを否定する必要があるわけで、猫科と犬科の違いである花が鍵であることを伝えるのはかなり有効な方法といえます。しかし人面に作り変えられている以上は花を長くするわけにはいきません。その苦肉の策が逆転の発想として花を欠損させるということだったのではないでしょうか。あくまで仮説の一つではありますが、胴体の部分と小さすぎる顔、存在する地下空間と奇妙なほどに符号は一致します。現在エジプト政府によって地下空間の調査は禁止されていますが、それは地下空間に存在するアヌビスが守る何かが原因なのかもしれません。狛犬とスフィンクス。今回の動画で注目しているギザの大スフィンクスはスフィンクスではない可能性すらあると紹介しましたが、そもそもスフィンクスとは何なのでしょうか。実は古代エジプトで作られたスフィンクスはギザの大スフィンクスに限らず、人間だけでなく鳥や動物の顔を持ったものが存在します。このことが意味するのは、ライオンの体を持ち人間の顔を持つものがスフィンクスというのは大いなる誤解であるということです。ではスフィンクスとは何なのか。それは一つの仮説として狛犬と同じようなものと言えるのかもしれません。神社などで対となって守護の役を担う狛犬は、日本人なら誰でも一度は見たことがあるかと思います。狛犬に関しても犬という字がついてはいますが、様々な動物の形態が存在することが知られており、意味としては魔除けや守護のための動物の置物と定義されてきました。つまり大事なのは形よりは対になっていることと何かを守っていること、これが狛犬の条件であることがわかります。スフィンクスに関してもギザの大スフィンクスが例外であり、本来は対になっていると言われていますし、狛犬と同様の存在と言えることがわかります。ところで狛犬の起源はスフィンクスにあるという説があるのはご存知でしょうか。スフィンクスはメソポタミアやギリシャにも形を変えて伝わっています。インドではライオンが神聖なものとして伝わり、中国ではそれが唐獅子に変容、その唐獅子が狛犬になって日本に伝わってきたというのです。
ただし、この説では、対になってという部分がスフィンクスから狛犬になっていく過程で、ぽっかりと途切れている期間が存在することになりますから、正しくないのではないでしょうか。ここで興味深いのが、狛犬が日本に伝来した頃に、スフィンクスと関連があると言われている性質もまた、日本にやってきて、神輿の起源になったと言われていることです。性質とは、実戒の石板を入れるための箱であり、その上部には、守護をする対になったケルビムが存在しています。そして、アッシリアの神殿を守護したケルビムは人面であり、目牛の体とライオンの尾や翼を持っていることで、スフィンクスの起源であるとも言われてきました。もし狛犬の起源が性質のケルビムであったのなら、スフィンクスは狛犬のルーツではなく、スフィンクスも狛犬も性質のケルビムという同一のルーツに持つと言えるでしょう。スフィンクスと宇宙から来た神。スフィンクスの正体を探る上で重要な意味を持つ性質。実はこの存在を紐解き考察していくと、別の方面からもスフィンクスとの意外なつながりが見えてきます。まず、性質とは、実戒の石板を収める器として紹介しましたが、キリスト教では、この性質が重要な意味を持っています。まず一つ目に、実戒の石板が入っているということの意味の重大さ。実戒の石板とは、モーセが虐げられていたイスラエルの民を連れてエジプトを脱出する際、シナイ山にて神から授かった戒めの刻まれた石板を指します。また、この実戒は守ることで選ばれた民として神の寵愛を受けることができることから、性質は別名契約の箱とも呼ばれてきました。次に、性質という存在は不思議な力を持っていることもわかっています。旧約聖書のサムエル記によると、性質を安置している場所から奪ったペリシテ人は、恐ろしい災厄に見舞われ、元の場所に戻したとも記述されているのです。このことから、性質は神に関する重要な異物であることがわかるのですが、ここで問題になってくるのが、聖書における神という存在です。もともと現在広く知られている新約聖書は、旧約聖書から変遷したものであり、旧約聖書はそれ以前に伝わっていた神話や伝承の影響を色濃く残しながら作られていることが知られてきました。中でも特に大きな影響を与えていると言われているのが古代メソポタミアの神話や文化であり、その源流であるシュメール文明です。例えば映画にもなっているノアの箱舟伝承は、古代メソポタミアのギルガメシュ叙事詩に酷似した物語が存在していますし、伝承において大洪水を起こしているのが神である以上、聖書の神はシュメールの神と考えることができます。ここからが重要なのですが、シュメール神話によると、その始まりは宇宙から非常に高度な文明を持った地球外生命体の神がやってきて、生命を作り、文明を与えたということになっているという点です。つまり契約の箱とは、地球外生命体と特定の民族との間の契約の箱だったのではないでしょうか。その箱を守る存在をルーツに持つスフィンクスもまた、正体は地球外生命体を模したもの、もしくは地球外生命体が作ったものなのかもしれません。そのことを証明するように、アヌビスの最初の二文字である AN は、シュメールでもエジプトでも、宇宙でもある天を意味し、アヌは同じように、どちらでも犬やジャッカルを意味するというつながりが見て取れます。また、そのような視点に立って考えると、別の意味を持ってくるのが、スフィンクスには様々な動物のパーツが組み合わさったバリエーションが存在するということです。現在、人類の科学技術は進歩し、遺伝子の謎に迫ることで様々な遺伝子を掛け合わせることに成功しています。その分野は植物はもちろん、近畿な部分もあるものの、動物でも様々なことが可能になってきました。さらに科学が進歩すれば、異なる動物を掛け合わせる幅もさらに増えるでしょう。そう、例えばライオンと人であっても可能かもしれません。スフィンクスやケルビムという存在はもしかしたら、
このような遺伝子工学の先にある技術によって地球外生命体が作り出した様々な動物を掛け合わせた門番のような存在だったのかもしれません。今回の動画では何者かによって作り変えられた可能性が高いと言われるスフィンクスについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。スフィンクスの正体が遺伝子工学で作られた門番だったとして、守っている地下には何があるのでしょうか。そしてなぜその顔は作り変えられてしまったのでしょうか。スフィンクスを覆う謎はまだまだ深い闇の中に真実を閉ざしているようです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。